今日はですね、ヤマハトリッカーで松阪市にあります岡和地城、こちら、のご紹介をしたいと思います。まあ、何度かね、北畑市の、旧跡に関しては今まで取り上げてきたんですけれども、この、教育岡和地城がですね、北畑と織田の最終決戦、これが行われた、城ということで、今ですね、これ私がバイクで入ってきているのが、ちょうどこの川内城の絡め手門に当たるところです。まあ、ここら辺りが、絡め手だったと思います。で、坂はかなり急ですね。これを登っていくと、二の丸に到達します。これ今左手に見えている石垣は、後に作られたものですので、この、川内城とは関連のないものですね。こう鎖張ってあるんですね。ちょっとバイクなんで、ちょっとここに貼られるとちょっともう U ターンできないものですから、ちょっとすみません、申し訳ないんですけど、ちょっと入れさせていただきます。先ほどですね、織田と、北畠の最終決戦が行われた城ということでご紹介させていただきましたが、1569年ですね、8月、20日、上洛戦を終えた後の、信長は、美濃に戻っておりましたが、総勢、まあ、5万とも7万とも言われる、大軍を引き連れて岐阜を出陣します。そして23日にですね、小造城に着陣します。まあ、この時、北畠氏の一族であった小造氏は、信長方に内通して、裏切っておりました。これ今ですね、右手に見えるのがババアート、左手がこれ倉庫ですね、倉庫の跡ですね。このババアート、二の丸に関してはかなりの広さがありますので、まあ、8000、という数を、言われましたが、まあ、朝霞城その他にも兵を差し向けておりましょうから、5000としましてですね、5000、6000、十分、立てこもれる広さかなと思われます。この石垣はですね、もしかすると当時のものかもしれないですね。はい、非常に古い、感じがしますね。積み方は野面ですね。そしてですね、8月26日、織田方の木下藤吉郎ですね、が朝霞城を攻撃、します。まあ、この時家臣だった大宮氏は、降伏勧告を受けれずにですね、徹底抗戦、します。まあ、その結果ですね、まあ、木下藤吉郎によって落城させられるわけなんですけども、その代わりこの時ですね、木下藤吉郎もですね、人生で、一度きりと言われる戦傷、まあ、大怪我を、しておるようです。そしてその、岡和地城が落城した、2日後ですね、8月28日、織田軍はこの岡和地城を完全に包囲を、します。そして、柵を構築しまして、二重三重に、包囲網を構築します。で、この鳥居をくぐるとですね、ここが本丸という形になりますね。まあ、この城の、山の、まあ、一番中心部に当たるところに、立ってます。まあ、広さもですね、まあ、二の丸に比べますとはるかに、小さいんですけれども、まあ、なんていうんですかね、首脳陣というか、司令部が置かれる場所としてはですね、広さ的には十分かなと思われますね。そして9月8日ですね、信長は、家臣の庭長秀、池田恒興、稲葉義道、この辺りの武将を呼んで、夜間に、夜討をかけます。で、この合戦にはですね、織田方は盛んに、鉄砲を利用しているんですけども、まあ、この日はどうも雨だったようでして、鉄砲が使えなかったようで、うまく戦闘が、できなかったという形で、撤退をしています。
翌日からですね、信長は、方針を転換します。包囲したままですね、兵糧攻め、こちらの方向に持っていく、作戦を取り始めます。それに伴いまして、家臣の滝川一益に命じて、竹城、こちらを焼き討ち、させて、そこに、いた、住民等をですね、岡地城へと追い込みました。これなぜね、そんなようなことをするかというとですね、籠城をしている兵、側としてはですね、ある程度の兵力、もしくは人数はいないと城が落ちてしまうので、ある程度一定以上の人間は入れないといけないんですけど、それ以上のですね、特に一般の非戦闘員ですね、これはなるべく入れたくないんですね。なぜかというと、その人たちも食料を消費しますので、兵糧攻めを行う際はですね、人口が多ければ多いほど食料が早く尽きていきますから、そういう狙いもあってですね、信長はそのような作戦を取ったと思われますね。でその後ですね、これは実際にあったかどうかちょっと記録に残ってないようなんですけれども、滝川一益がですね、マムシ谷と呼ばれる縦堀の跡ですね、そこからですね強襲をかけたりとか、絡めてから総攻撃をかけたりした可能性があります。ただその都度ですね、北畠勢はよく防いで敵の侵入を許さなかったようですね。しかしですね、そうこうしているうちに、さすがにですね、8000、7000、8000という兵力ですから、当然ですけれども食料が、尽きてきます。この城をですね、小川が、湧き水と小川があるんですね。これ後で私見つけるんですけども、ですので水はですね、確保できたと思うんですね。ただ問題は食料で、どうしても備蓄していた食料が、尽きてき、ました。で約1ヶ月、籠城を続けるんですけれども、さすがに、食料が尽きてしまいまして、北畠氏は、攻戦を諦める、形になりますね。そして、織田の、次男ですね、織田信雄、当時、茶仙丸と言われていた、信長の子供を、北畠友房の、養子とすることで、北畠氏と織田氏の和睦がなったわけですね。でその後ですね、今までご紹介を、してきたように、北畠智則、ですねは三瀬館に、おきまして、織田信雄、並びに織田信長の仕向けた、資格ですねによって命を奪われ、北畠氏の一族は、多丸城、同時に、多丸城、および、三瀬館とこちらにも兵を差し向けられ、もしくは、謀殺されて、全滅を、するわけでありますね。そしてですね、ここに、北畠氏は、滅亡の浮き目を見ることになります。そしてこの本丸のですね、後ろ手にあたる、場所なんですけれども、ここに先ほど、登場しましたマムシ谷と言われる、縦堀が、一条掘られています。この縦堀はですね、おそらくずっと下まで、続いているものと思われますね。そしてこの岡地城の中でですね、おそらく一番、防御が固い、と思われるのがですね、今これから、向かっています、西の丸と呼ばれている、クルワになりますね。この西の丸に関しましてはですね、ほぼ四方を、断崖絶壁で取り囲まれています。
そして比較的なだらかな、部分にはですね、しっかりと腰車を構えておりまして、防御も、万全になってますね。でおそらくですが、ここはどうでしょうね、本丸が、落ちた時用のですね、爪の丸的な、要素が高かったのかなと、思います。まあ、面積はですね、本丸、のおよそ3分の1ほどじゃないかなと思います。ただ、守りは非常に硬いですね。そして城の一番奥まったところにあるというところですので、まあおそらく、爪の丸という形の施設じゃないかなと思います。まあおそらくマムシ谷と言われる先ほどの、結構深さ5メーターはありましたね。縦堀で区切られてまして、王子はおそらくもっと、下深かったと思いますので10メーター近かったんじゃないかなと思いますが、その、縦堀で、隔ててしまっていて、おそらく先ほどのような橋はですね、かかっていなかったものと思われますので、かけるとしたら引き橋のような、ものですね、そういうものをかけていたと思います。でそうしますとですね、そのような、大きな堀切りで区切ってしまうと本丸と連携してですね、敵を撃退するという行動はちょっと難しくなってきますので、まあ、そういう意味合いでもですね、この西の丸は独立した、一つの城として、機能できるように、作られていたんじゃないかなと思います。でこちらの西の丸にもですね、一応社がありました。まあ、こちらもですね、お参りをしていきます。高さはですね、どうですかね、一番下からですと200メーターぐらいでしょうか。ただかなり、斜面は急になってますので、なかなかここを、攻め上るというのは難しいと思います。そして今ここ、見えますかね、ちょっと見えにくいんですけども、先ほど見えてたところの先にですね、出丸、のようなものがありますね。腰車と言った方がいいでしょうか。でここにもですね、あの堀切りらしきものが、見えますね。この反対側ですね、そちらにも、車のようなものがありますね。非常に小さいですけどね。これはおそらくこの唯一この、谷状になっている部分だけが、ちょっと斜面が緩斜面になってますので、まあえてそこにですね、こういった施設を設けることで、こちらの西の丸とですね、そちらの出丸から、登ってくる、敵をですね、攻撃できるような、仕組みになっていたんじゃないかなと想像されます。滝川一益がですね、先ほどの堀切りのまむし谷のところから強襲をかけたというような話が先ほどちょっとちらっと出てきたんですけれども、まあ、滝川一益といえばですね、出身は確か甲賀ですので、まあ、家臣の中にも忍び、もしくは、忍者ですね、の、がたくさんいたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それらの、家臣を要してもですね、まあ、強襲できなかったというので、まあ、非常に、守りは堅い城だったのかなと思いますね。こちら側はですね、まあ、非常な急斜面で、切り岸になってます。まあ、ここを攻め上るのはちょっと無理だと思いますね。守りに関してはですね、この西の丸が一番硬いと思いますね。